何分ぐらいかかったんですか？8時間8分だとちょっと分かんない。荷物が入れられる。お、何これ、横に広い。そう、スライドする網戸みたいなのを自作で。そんなのも作る。さあ、突然横に止めてしまいましたが、ここにですね、なんとバットウィング、これバットウィングつけてる方がいらっしゃいましたね。ここにはなんとね、見てください、これは薪を乾かしてるんですかね。こんな感じの、いい感じのキャンプの夜の準備をしている方がいらっしゃったので、ちょっと突撃させていただきたいと思います。これバットウィングめちゃくちゃかっこいいな。さあ、いらっしゃるかな。お、わ、なんか飲んでる。こんにちは。すいません、突然お邪魔します。ちょっとインタビューさせていただいてもよろしいですか？どうぞ。うわー、いいねー。こ、あ、結構中広いじゃん。広いです。なんか部屋、なんかうちより広いかもしんないこれ。あ、これね、これライノラックのバットウィングと言われる、これね、車にくっついてるんですよね、これがね。で、こうぐるーっと傘のように広がって、車の後ろまで屋根が出るという。あ、すごい。じゃあちょっとお話伺わせてください。こんにちは。いや、今日は、あ、そうですね。まずここね、どこかっていうとね、ここ、あ、すいません、失礼します。ここ、苗場なんですよね。苗場で。はい。で、今日は、フジロックの、まあ、整備というか、ね、というところに来ているんですけれども、今日はどちらからいらっしゃったんですか？愛知県から来ました。愛知県愛知県というと、まあ、名古屋とか有名ですけれども、その辺ですか？終わりやすいよね。もっと田舎の方ですね。何市？尾張旭市っていう、ちょっと瀬戸方面、岐阜寄りかな。あ、ここに今説明出ますんでね、うん、あ、そう尾張旭市。あ、そこから車で。そうですね。何分ぐらいかかったんですかね？何分？8時間8分だとちょっと分かんない。8時間こういう車で、はい、これお姉さんが運転してきたんですか？いや、旦那さんが。旦那が、はい、お姉さんは運転しないですか？お姉さんはたまにします、うん、たまにする。たまに。じゃあラングラー女子と言ってもいいですね。いいかな。おお。まあでも8時間中何分かは運転変わったりしましたか？今回はでも旦那さんがずっと運転してきたから。うわー、すげえ。朝がめっちゃ早かったんで、うん、そう、もうずっとそのまま。おお。これでじゃあ、あれですね、お二人でいろんなところを行ってるわけですね。はい、行ってます。どんなとこ行くんですか？基本フジロックなんですけど、あとキャンプ、はい、行ってますね。結構近場って言っても、岐阜あたり、お隣の県の岐阜とかで。近いですね。1時間かからないぐらい、1時間ぐらいで、まあ、行ける八重地とかがあるんで。じゃあ今度関東でお待ちしてますんで。関東はちょっと一回行ってみたいけどね。え、関東はね、この車持ってる人たくさんいるんで。本当ですか？いろんな人にこの車の話を聞けるんですけれども、なんてお呼びしていいですか、奥さん。何さん？私はるかです。はるさん、はい、はるさんは、はい、この車を二人相談して、うん、いいねってなって買ったんですか？どっちがこの車いいって言ったの？前の車からちょっと乗り換えるタイミングで、でちょうど限定車が手に入るかもってなったんで、じゃあもう今買うしかないでしょみたいな、ちょっと古い感じになっちゃったけど。ラングラーは旦那さんがラングラーがいいって言い出したの？あ、そうです、そうです、そうです。あ、で奥様見て、うん、ええやん、うんうんうん、ええやんってなった。ちなみにちょろっとさっき聞いたんですけど、はい、さっきというか昨日聞いたんですけど、ラングラーの前はもっとキャンプに向いている車を乗られてたという。ハイエース。ハイエースね。ハイエースからすると見た目キャンプしてる雰囲気はすごいいいですけど。そう、映えやけど乗らない。乗らないよね。乗らないよね。乗らない。でもハイエースキャンプしてたってことは荷物多いでしょう。すごい多かったですね。なるほど、なるほど。これね、今ちょっと見た感じね、ほとんどこれ
乗るのかなっていうぐらいの量なんですよこれね。結構これこの中だけに乗ります？乗ります。乗せてきました。すごいな。だって上にキャリアついてないんですよね。ついてない入りきれますかね。やっぱこのヒッチがだいぶ大きい。あ、ここに後ろに何かついてますね、はい、あ、これね、今これ気づかなかったですけど、なんとここにねヒッチのトレイがついてるんですよね。これ今車にくっついてます。そうです。だからお尻にこん、いやーでっかいな。この幅ですね。こっからあっちまで。もうだからなんならこのままいけるってことですよね。いけます、いけます。すごいすごい。ぐるぐる巻きに固定すれば。なるほど。ここに屋根がつくとここがそのまま荷物置きとして使えるんですね。使える。おおこれはだいぶ後ろのタイヤに負荷がかかりそうですがちょっと沈みますね。だいぶ沈む感じになっちゃった。ああ、あとは中に2段になってるんで。2段。ちょっと待って待っていいですか。じゃあちょっと中失礼します。ライトってどう？ベアボンをなんか中に、ね、中入れたらいい。お休みになるのは中なんですね、車の中。車中泊、はい、基本。うわ、これめちゃくちゃレアなお酒ありますよ、ここに。魚沼で候。なんかこれここでしか買えないです。これ八海山、そうそう、八海山の中でも激レアな。あ、そうなんですね。ちょっとこれなんかホテルみたいになってる。え？二段どうぞ。意外とね、170、80ぐらいあるんですよね、縦がね。はい。あ、でこれね、2段になってるのこれ便利ですよね。下のやつ出せますからね。出せます。あー、すごいですね。あと、この上に。この上にね。下暗いけど。はい。この上に、はい、網がね。ここになんか荷物が引っかかりますね、いっぱい。そう。これ寝るとき便利ですね。ネットめっちゃ便利ですよ。おお。運転席のとこにも、はい、なんか今服が突っ込んであるけど、はい、服が突っ込んであります。袋が、あ、運転席と助手席の間にね。あ、そう、両方前見た方が、はい。はい、これね、運転席と助手席の間に荷物が入れられる。お、何これ、横に広い。そう。これは普段は？はあ、もう本当に折りたたんで。ああ、じゃあここで寝るときだけこいつが出現するんですね。そうです、そうです。めちゃくちゃ便利ですね。入れてちょっとすぐ取りたい着替えとか。完全に家みたいな感じになってますね、はい、おで起きたらもうここがリビングだ。あ、そうです。新しいですね、こういう車をベッドにするっていう。おお、ねえ、そうですよね、安心ですよね。寒くないし、風が吹いても大丈夫だし。で、その夏場は、まあでも今日塩じゃないけど、はい、ここになんかこうスライドする網戸みたいのを自作で。そんなのも作る。そうね、だ結構旦那さん、DIY お得意っていうことなので。めっちゃ好き。そう、だから網戸になんかね、この辺もね作ったんですよね。これラングラーって書いてあるのね。これカッティングして、ああ、いい感じ見えるな。おお、これはすごい。これもね。なると全然違いますよ。やっぱちょっと開けたりとか、雨の時でも、これ、ラゲットリッチの。そう、ちょっと開けられるんで。このなんかね。そう、そうよね。これ、迷ってるんですよ。つけるべきかつけないべきか。もうね、ラングラー乗ってるのに雨どうこう気にするのはどうかと思うけど、でも不便だよね、あれね。ここだけでもやっぱりちょっとあるとだいぶなんかね、みんながつけてるやつより目立たないっていうか、ボディに馴染んでますね。ちょっとこうマットな感じで、なんか最初からついてるみたいに見える、うん、あ、こうキャリアはつけるとなんかガレージに入らないっていうことなんですけど、はい、ね、ガレージの方をじゃあいつか改装して。ガレージね、もうちょっとそこは立て付けっていうかなって、その前の車乗ってた車が低かったんで、はい、別に気にしなかったけど、はい、結局これにしたらめっちゃギリギリになっちゃったっていう。でこれね、毎回入れるとき撮ってるんですよね、はい、これキャリアを毎回外して入れるって。そう、ここ外して。このだってバッドウィング結構重いでしょ。ちょっと重い。でも
私も頑張ったら運べるぐらい、ただ上には上げれないけど、はいはいはい、2人がかりで一応上に上げて頑張ってね、設置していくんですね。あ、これでも8時間運転できる体力があるなら関東へも来れますね。まあ、確かにここまで来る、はい、来ること考えたら全然、いや素晴らしいですね。このね、はい、このカーミットチェア風、そうそう、ちょっとパチだけね、パチミット風だけども、カーミットチェアよりちょっと背が高いんですよね。ちょっと高いかな。ちょっと座りやすい。はい。そしてなんかね、このね、ここね、結構ね、クッション、そう、キルティングでちょっとクッション性があって、とてもいい感じなんですよね。ここかな？後ろ見えますか？あ、後ろね。あ、ポケットね。ポケットと、ちょっとデイジーチェーンっぽい何か引っ掛けるのがあると。こう。これで結構あのお買い得な金額なんですよね。そう、結構安かった。いくらって言ったかな、1万円しないぐらい。ね、本当にね、カーミットチェア買おうとするともうかなり高いですからね、今ね。ああ、あと結構まあ軽い、こうやって畳んでね、すごいね、ちっちゃくなるし、うん、これはカーミットのちゃんとね、あのちゃんとパクってますよね。しっかりと。あとなんかね、すごい細かく分かれそうなテーブルが見えるんですけど、これなんか四角くなる感じですね。そうです、そうです。で、あれだ、焚き火用のテーブル、サイドテーブル、そうですね、真ん中に焚き火が来る感じですね。そうです、そうです。おー、もうこだわりのギアがねすごいんですよね。で、ところどころにね、あのジープって書いてあるんですよ。ね、これね、これも旦那さんがこう作って貼ると、全てが純正のようになっている。基本なんかね、基本ジープって書いてあるんだよね。こっちにもね、ここにもね、ここ書いてある。あの辺の、そうそう、ロゴが。これでもね、こういう箱をディーラーに売ってますよね。そう、ちょっと高い。高いね。そう、ちょっと高い。じゃあ作るか、みたいな。そう、やっちゃえっていう。素晴らしい。売らなきゃまあ、セーフなんです。あ、そうですよね。素晴らしいですよね。いや、本当に素晴らしい家ですね。あ、なんか壁一枚増えてる。あれ、ここ、こんな壁ありましたっけ。つけました。お、向こう側からちょっと、あ、遮断するためにね、増えてきたんで、一応目隠し、目隠し。なんか部屋の中に車がある感覚ってちょっと不思議。不思議っすね。でもこれがベッドルームですもんね。そうです、そうです。わー、すごい、 1LDK。 すごいっすね、ちゃんとベッドルームあって。いや、これはお料理もできて、リビングもあるしね。これダイニング、キッチンだね、これね。キッチン、ここ入れたらもうできる。これね、スノーピークのすんげえちっちゃくなるやつ、完璧じゃないですか。でね、ここにね、隠れてるんですが、こうストーブがあるんですよね。これね、アラジンの、アラジンのガスのやつ、あの、すぐ終わる。そう、すぐ終わる。本当に2時間、3時間いかないかな。なるほど、なるほど。で、こちらに、部屋履きがね、あるわけですね。ちょっと、汚いけども、はい。これは誰のですか？私のです。ああ、いいですね。これあったかいんじゃないの？これちょっと。いや、そうでもない。そう、もこもこ系じゃないけど、でもめっちゃ、あの、撥水？かわいい、かわいい。やつなんで。かわいいですね。そう、すごい楽ちんで。いや、じゃあちょっとこれ、あれですね。関東でお待ちしておりますので。か、あの、我々が、あの、関西に行くと、うん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 、ね、いいキャンプ場あったら教えてください、ね、じゃあちょっとね、東海ぐらいね、うん、そう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 。私はもう何時間走ってもいいですからね。本当ですか、はい、そうですよね、アメリカ行くから。じゃあちょっとね、暗くなる前に、あの、ジープ女子ってことで、この、あの、ボンネット、あ、ボンネットっていうかね、このそこに座っていただいて、あ、そう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 、これ、サムネにさせてもらいます。ああ、いいですね、あ、いいですね。あ、いいですね。もうちょっとこっちください。はい、あ、いいですね。あ、わーい、これでじゃあ